里崎智也の男クッキングさあ、ということでサブチャンネルですけど真剣にやります。あとはですね、この里崎智也男クッキングが視聴回数で上昇気流に乗ったらメインに昇格します。でその時はアシスタントに箱間さんをお迎えして2人でクッキングしていきたいと思いますけど、まあ、基本的にはですね10分で完成させるっていうところがメインで、作っていきたいと思いますけど、じゃあ今日これから作る料理第1回記念してこれです。天津飯ということで、今ねお子さんが学校お休みだとか、やっぱり3食作るのご飯大変だと思うんですよ。その時にやっぱ料理を作る時に一番重要なのは低価格低労働美味しい、これです。この三拍子が大事だと思うんですよ。っていうところで今日は美味しく作る、時間短く簡単に低予算、これでいきますっていうところで、まあね、お昼でもいいし夜でもいいし天津飯美味しく食べられると思いますし、まあね、ご飯にかけて食べるんで簡単ですし、そういったものを今日これから作りたいと思います。ということであれにしようかな、男料理がいいかな、里津キッチンにしようかな。なんか聞いたことあるな、もこみちクッキングみたいな感じだけど、里津キッチンにしようかな。なちょっと考えるわこれから。さあということで、まずはもう用意しているものはこちら、きのこ類、しめじ、まいたけ、きのこ、しいたけ、そしてアスパラはもう下茹でしてます。でそこにネギも入れます。このネギが、まな板が滑るから危ない。あとこの包丁が安い。色合い的に緑のところも使うものです。それとこのキノコ、これ浅漬きの部分ですけど細かく切って使います。卵ですね。こう混ぜ方にコツありません。好きなように混ぜてください。はい、ある程度混ぜ終わったら先ほどの入れて、でこれもう茹でてあったんですけど、茹でてあったやつをこう、家にある余り物でいいんで、アスパラがなくてもネギとかほうれん草とか小松菜とか緑のもの何でもいいんで、家のものを入れるだけで十分美味しいんで、冷蔵庫に残ってるものとかを、まあ、入れて作れればいいかなと思います。で次カニですよ。天津飯やっぱカニがいるじゃないですか。そんな家にカニないですよね。しかもカニ缶1000円ぐらいしますもんね、下手したら2000円とか。今日使うのこれです。カニカマあるでしょお家に。やっぱりカニカマが最強ですよ。そんな簡単に本物のカニ天津飯にお店じゃないんだから使えないし、男料理ですから。このカニカマをこんぐらい、まあ、お好みです。残り物加減にもよるんで、1本でもいいし2本でもいいし3本でもいいし4本でもいいっていう。もうちょっとほぐして入れた方が、皆さんほぐしてみてくださいね。入れてからほぐそうとすると大変です。よし、さあ
こんな感じです。さあこれで具は完成です。保存食にも役立つ今日のご飯これです。じゃーん。残念ながらまだここに炊飯器がないんで今日はこれで代用しますけど、さあまずはフライパンをしっかり温めましょう。さあしっかり温まったら油を、まあ、適量入れて一気に、あとは成形して基本的にはキノコが下味されてるんで、もういい感じに焼ければすぐ食べれます。よし、こんなもんかな。ほら、きれい。よし、こっちから。これからです。調味料はこれから。慌てるなって。調味料はこれからですから。あとこれをご飯にスッと乗せて、でここからは調味料、まずはおろし生姜、普通のねご家庭にある生姜ある人はスッて入れた方がいいですけど、もう今日は簡易的にこのチューブのやつを、日持ち炒めてから香りが出てきたら、これはお水大体 150cc ぐらい目分量です。でそして鶏ガラスープ適量、もうこういうのは男ズキッチンはメンズキッチンにしようかな、里崎智也のメンズキッチンはこういうのは目分量ですから、オイスターソース、醤油、お酢、砂糖、ケチャップ。さあここでオイスターソースを、まあ、適量、オイスターソースと同じぐらいのお酢、気持ち、砂糖を、入れてケチャップを気持ち、基本的にはこれですね、調味料。で、あとは味見。もうちょっとオイスターソース。あとちょっと酸味がそれか。OK。そして最後に水溶き片栗粉を入れて。とろみをつけます。よし、 OK。 天津飯の出来上がり。はい、ということでいただきます。どうやら出来は
うん、我ながら美味しい。うん、めっちゃ美味しいかも。ということで、皆さんも簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。